さて、パンチアウトウィー、そろそろ終わりが近づいてきましたね。今回からはラストスタンド編が始まります。3回負ければ引退、それまでどこまで戦えるか、そういうモードですね。で、戦う相手は完全にランダムで決まります。出てくる対戦相手は防衛戦編で戦ってきた13人、プラスラストスタンド編のみで登場する隠しキャラクター1体。まあ動画の目標としてはその隠されたキャラクターと戦えれば御の字かなみたいな感じ。まあただそれまでに3回負けちゃうと出会うまでもなく終了なんで、まあそれだけはどうにかして避けたいんですけどね。防衛戦の相手みんな強いんで油断なりません。頑張っていきましょう。さて、最初の相手は誰かな。あ、グラスジョーですね。大丈夫ですね。普通に勝てると思います。行きましょう。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。あ、失敗した。まあこういう日もある。フックは避けると。あー、この遅らせてくるのかな、ちょっと。あ、失敗した。で、これは入ってくるときに打つと一発 KO。 一発 KO ってかあれですね、一発ダウン。ヘッドギア被ってる間は頭に一切ダメージが入らないのでボディを狙っていくと。それさえしっかり守れば勝てない相手じゃない。ストレートは速いからガードして防ぐのもあり。 OK。 OK。 あ、失敗した。やばいやばい。まだどうにかなる部類なんですけど、決して弱いわけではないので油断は禁物ですね。何を隠そうってか隠すこともないんですけど、やり直しが効かないんで、もう負けたらね、オートセーブされてしまうんで、一戦一戦ね大事に戦っていかないと。よし。やっぱ久々に戦ってタイミングつかめないところあるな。まあ基本的に腹殴ってれば勝てる相手なんですけど、まあやっぱりフェイントとかね巧みに使ってくるんで、その辺はちゃんと考えて。あとストレートは素直にガードした方がいいな。うん、避けるのはちょっと早くて難しい。しかしこいつもだいぶ成長しましたよね。1勝99敗で100回負けてからのここまでの強化と、まあ、もっと早く覚醒しろって話なんですけど、ただヘッドギア被っただけじゃないってところが好感持てますね。ちゃんとね戦い方も工夫してきてるんですよ。まあ100回負けてね、彼にも思うところがあったんでしょう。アーケード版のグラスジョーは2周目に入ると結構強かったっていう話を聞くんですけど、まあ実際やったことがないんでね、アーケード版のグラスジョーがどれほどの実力者だったか知らないんですけど、まあそのアーケード版のグラスジョーが帰ってきたみたいな感じがするね。うん、よし。そろそろ立たないじゃないかな。あ、立ってきたわ。うん、4回倒してるからね。お、来た。多分これで倒せば終わりだ。で、ストレートはガードスルー。オッケー。ストレートはガード。はい、オッケー。ガードできるって気づいちゃえば、そこまで怖い相手でもないですね、やっぱり。うん、ラストスタンド1戦目は、2ラウンド TKO で勝利することができました。まあ相手がそんな強くなかったってのもありますけど、まあ勝てたことはめでたいことです。素直に喜びましょう。
one way these suckers gonna bring down the champ. Are you ready for the next challenge? さて、じゃあ次の相手行きましょうかね。できることならね、その隠しキャラクターに早い段階で会いたいんで、まあサクサクと進んでいきましょう。ラストスタンド2戦目ですね。さあ次は誰が来るのかな。27勝43敗。これはまあ自分のわがままだけど、勝ち越せるまではやって、あ、来た、来ましたよ。彼こそがこのパンチアウト14人目の最後の一人、ドンキーコングです。来ましたね、隠しキャラクターが。じゃあ勝負といきましょう。でちょっと中断させてください。でこのドンキーコングなんですけど、まともに戦ったらあのサンドマンより強いです。ただし彼にはね、簡単に勝つ方法が存在します。今回はちょっとそれを使ってね、普通に勝ちに行きましょう。負けちゃったら、その3回負けて引退の1つ目の負けがついちゃいますからね。でドンキーコングは自分から攻撃さえしなければ何もしてこないんですよ。あ、やってきたんですけど、これしかしてこないんですよね。でこれを繰り返せば普通に判定で勝てるっていう寸法ですね。あ、失敗した。あれはどうすんだっけな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。まともに戦うとね、めちゃくちゃ強いんでね、ちょっとこの方法で勝ちに生かしてください。オッケー、let this ape make a monkey out of you. Knock him out, baby. Let's hit him. Knock him out. まあルイスはこう言ってるんですけど、ドンキーコングをノックアウトするってめちゃくちゃしんどいんですね。なのでまず今回は勝ちに生かしてもらって、で後でそうだな、エキシビションかなんかで KO を狙う動画撮るとか、そんな流れでいくかな。うん、そんな感じですね。第2ラウンド行きましょう。元気だよな。はい、避ける。OK。 あ、これどうするんだっけな。普通に避ければよかったんだっけ。忘れちゃった。あれどうにかしないとな。普通に避ければいいんだっけな。 OK。 要はドンフラメンコと同じなんですよね。こっちから攻撃してきて、そのカウンターで何かしてくるってキャラクターなんですよ。だからこっちから手を出さないと、この単調な攻撃しかしてこないんですね。なので勝つだけだったら、まあそれなりに簡単なんです。まあ救済処置みたいなもんでしょうかね。せっかく隠しキャラクターに会えたのに、あまりにも強くてボコボコにされたって言って、でそれでエンディングだと悲しいじゃないですか。ほい、第2ラウンドも終了しました。で最後にとどめさしてって感じですかね。そうなんですよ、パンチまとめて打ってくるんですね。ただそのアクションをするのは、まあ、こっちが手を出して、それにカウンターって形でやってくるんで、こっちから一切手を出してない。今回はドンキーコング、まとめて打ってきてませんね。ちょっと、ルイスさん、幻覚見えちゃってますね。さあ、最終ラウンド。これを乗り切って、判定で勝ちましょう。
おい。落ちしました。よし、これでダウンを奪って。で、ダウン奪うと、これですね。この辺かな？あ、失敗した。大丈夫だった。こっちからパンチ出さないと絶対にダメージが入ってしまうという技だったんで、危なかったんですけど、まあなんとか乗り切りましたね。あーっと危ない。あ、失敗した。やっぱ最後の最後でちょっとしくじったな。こうなると判定でも勝てないかもしれない。うわー、ちょっと消極的すぎたか。やっぱこういう小水で使ってるとバチ当たるね。あー、そうなんですよ。だから普通にこうやって戦うと、こうやってね、めっちゃ複雑な攻撃してくるんですよね。あ、これ負けたかも。あー、これは負けちゃったかもしんない。ちょっと調子に乗りすぎたな。負けちゃったちょっとしくじりましたね。しかもその負けた後のドンキーコングの勝利シーン飛ばしちゃったし、ほんとボロボロだ。ちょっと今日調子悪いな、やめとくか。で、これで負けたじゃないですか。で、この後なんですけど、ドンキーコングと次再戦できるかどうかも完全ランダムなんですよ。今ドンキーコングにベルトを持っていかれちゃったんですね。で、この後ランダムでまた相手が決まって、で、その間に2回負けちゃったらもうベルト取り戻せないんですね。どうにかしてドンキーコングと再戦したいんですけどね。難しいのかな？あと、ラストスタンドの辛いところとして、あれですよ、トレーニングモードがないっていうところですね。うん。だから、ドンキーコングトレーニングモードで練習できないんですよ。そこも、ちょっと嫌なところかな。あと2回負けたら引退なんですけど、それまでにドンキーコングともう一回再戦できればいいな。今度はガチンコでやりましょう。できることなら、ドンキーコングともう一度やりたい。ただ、まあ、本当に、ランダムで対戦相手決まるんでね。どうなるかはわからない。うん、さあ、ドンキーコング来い。ああ、この、一番来て欲しくない人来た。これがラストスタンドの嫌なところなんだ。本当に完全ランダムで決まるからね。ノンタイトルマッチで3度また戦うのは、初めてかな。行こう。ああ、失敗した。オッケー。オッケー。2、3、4、はい、1、2、3、4、1、2、3で挑発にフックに返して1、2、3、ドリームランドエクスプレス。おい、3、はい、1、2、3、おい、高速アッパー以外は普通に対処できるようになりましたね。そう、これ2連敗濃厚なんだけど、やべえな。行くぞ。今、あ、オッケー。あ、失敗した。あ、負けち、やばやば。これね、やっぱサンドマンってダウン取られるとまたあの高速アッパーモードに来るじゃないですか。こうなるとね、負け濃厚なんでちょっと危ないんですけど、うまく対処していきたい。あ、よし。うわー、くっ
そ、これなんだよな。やばいな、もう後がないぞ。2連敗か、2連敗濃厚か。このまま俺はドンキーコングにベルト渡したままリングを降りることになるのか。嫌なんだけど、あんな猿にさ、あんなスーパードンキーコングってさ、シリーズの顔張ってるようなさ、癖してさ、2と3じゃさ操作すらできないようなやつにベルト取られたまま負けてリング降りるの嫌なんだけど。2連敗か。Listen, son, we've come a long way. One mistake, and it's all over. It's all about heart. I know you have it. ドタンバに、なっちゃいましたね。あと1回負けたら、引退と。ベルトも、ドンキーコングのものと。ちょっと本当に気を引き締めていきましょう。じゃないと、まずい。ラストスタンド、第4戦ですね。これが、リトルマックの引退試合になる可能性もあるという、なかなか、正念場に立たされてしまいましたね。なんとしても勝っていきたい。行くぞ。さあ、対戦相手は誰だ？キングヒッポー。確か、ベアハック一本釣りで倒した相手ですね。よし。2、3。1、2、3。オッケー。2、3、オッケー。で、この後は体力半分切るまでは普通に戦って、その後はベアハック一本釣りっていう感じでしたね。もう反応できないんだね。よし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 、まだだった。で、これで体力半分切ったんで、あとはベアハック一本釣り。よしよし、オッケーオッケー。で、ストレートは普通に避ける。これも避けちゃう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 。で、これだけを、あ、失敗した。対処する。あ、失敗した。うん、こんな感じ。落ち着け、ちょっと、もらっちゃいけないパンチもらってるぞ。落ち着いてこう。これで負けたらもう、マックは引退なんだ。やだよ。こいつとの試合が最後ってのはちょっとさすがに、やだ。もう一度攻めて、負けるにしても、タイトルに挑みたい。行くぞ。オッケー、オッケー、オッケー。あ、しました。オッケー。うい。あ、失敗した。あ、オッケー、オッケー。ここ、あ、失敗した。くそ。倒された。くそ。いや、もう落ち着け。こいつは一回ダウンさえ呼べば、こっちの勝ちなんだから。うん。ベアハックだけを見ていけ。ベアハックを返すタイミングがちょっとずれてるぞ。ここなんだよな。よし、オッケー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 。あ、失敗した。落ち着け。よし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 、あとワンループかな。あ、失敗した。よし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 。あー、惜しい。ギリギリっすね。まあでも倒せると思う。最終ラウンドに全てをかけよう。
よし、延命に成功しましたね。とはいえ、あと一回負けたら引退っていう状況はまだ変わってない。依然追い詰められてる状況には変わりないんで、まあ集中してね、残りのボクサー人生駆け抜けるしかないです。あわよくばもう一度ドンキーコングと戦いたい。次行きましょう。さあ、背水の陣のリトルマック、あと一回負けたら引退。この状況でね、ベルトを取り戻すことはできるのか。さあ、ドンキーコング来てほしい。どうだ、ベアハッガー。こいつもな、結構やばいやつなんだね。うん、 KO が難しいんで、相手がどんなパンチ打ってるか来てるかっていうのを的確に見ないと。オッケー。こいつのフックは巻き込んでくるやつだから、普通のフックとは方向を逆に避けなきゃいけない。それぐらいかな、気をつけることは。オッケー。よし。下。避ける方向、口で言おう。覚えやすいから。横。左。うん、戦えてるね。判定までいけばこっちの勝ちは濃厚だ。ルイスも言ってるけど、こいつのフックはフックを打った方向に避けると食らっちゃう。普通のフックとは避ける方向が逆。まあダッキングすればいいんですけどね、打ち下ろしとの区別がちょっとつきにくいんで、まあ普通に左に避けた方がいいかな。これは横、これは左、あるいは下。下、横。リスが出てくるとリレーかけてます。よし、横、下。はい、こっち。はい、横、左、下、下だけ。ちょっと遅らせて横。おい、左、横、左、下だけ。これで最終ラウンドまで持ち込めましたね。そうなんですよね。こいつと最初に戦った時も言ったかもしれませんけど、スターパンチを当てないとまともな攻撃チャンスが作れないんですよね。なので、まあ、普通に KO したいってなったら、まあ、スターパンチを的確に当ててパンチを打つチャンスを増やしていく必要があるわけなんですね。まあ、こっちは何としてもただただ勝ちたいだけなので、何も考えずにね、判定で勝てるように淡々と仕事をこなしていきましょう。さあどうなる。はい、 OK。 フック、フック、星出してくんねえかな。あー、失敗した。リス出てくるときはね、遅れてくるっていうのに。あー、リス出てくると遅れてくるっていう。
あれを。忘れてたわ。ちょっと腰使って殴るか。判定で勝つためにダメージはより与えておきたい。オッケー、オッケー、オッケー。さてダウン奪った分こっちに部があると思うが、果たして。よし、なんとかまた首皮一枚繋がりましたね。早くドンキーと再戦できねえかな。Backs against the wall, baby. We got this one. Ain't no one stopping you. 敗戦の陣であることには変わりがない。あと一回負けたら引退。このギリギリの緊張感ってね、勝てる相手に負けてしまうなんてことがないように気をつけていきましょう。次。さて、相変わらず次負けたら引退という状況が続いているラストスタンド。今度こそタイトルマッチ組んでもらえないかな。そろそろね、こっちも限界が近づいてますよ。またサンドマンとか来たら間違いなく勝てないんでね。わかるぞ。嫌な人来たな。一番倒すのに時間かかった人じゃん。お盆休み全部使ったやつじゃん。あ、失敗した。あー、このディレイのストレートが避けづらい。よし、よしじゃねえんだこいつ。そうだ、倒れねえんだよな。で、ダウン。スターパンチでとどめさせばダウンを奪えると。で、こいつは絶対にナインカウントで立ち上がってくるから、このね、連打で体力回復できるチャンスを絶対逃しちゃダメ。よし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 、行くぞ。で、このタイミングね。ここ、よし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 。で、ここでスターパンチでダウンと。よしよし。で、あとナインカウント、ナインカウントでやってくるから、それはそれをちゃんと利用して体力を回復する。ここでパンチボタンを連打すると体力回復できるから、それを相手がナインカウントで立ってくるまでやってうまくね生かす。あー、失敗した。よし、オッケー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 。腰が取れない。あ、失敗した。星が取れないのが辛いよな。よし、よし、 OK。 今のところ優勢に戦えてるね。 OK son, check it out, check it out. Seem like I can see your reflection in Ball Boy's forehead. 相手のハゲバカにしてる場合ちゃうぞルイス。あと1回負けたらこっち引退なんだからな。第2ラウンド行きましょう。よし、星出せ、星出せ。カタツムリに角出せって言ってるのに、星出せ星出せ言ってるけど、本当にそれが全てだからな。
頼むから早く星を出してくれ。オッケー、星出した。あーそうか、ここだと星がよけ、星ダメなんだ、避けられるんだ。くっそー、よし立つぞ、行くぞ。こんなところで引退は嫌だ。あー一撃必殺じゃん。よし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 、で帰ってきたところにとどめと。よし、オッケー。で、9カウントまでは絶対に立ってこないから、この時間を有効活用してね、こっちの体力回復して、行くぞ行くぞ。よしよし、オッケー。失敗した、オッケー、オッケー、星をくれ、星をくれ。一気に削れたな体力。あー失敗した、やば。あれ次倒されたら負けじゃない？やばい、結構追い詰められてるぞ。よし行くぞ。オッケー、来た。ここ、よしよしよし、オッケーオッケー。で戻ってきたところにスター、あ間違ってホームボタン押しちゃった。スターパンチ、オッケー。ちょっと旗色悪いな。これ勝てるか、まあいいわ、最後まで諦めずに行きましょう。あー足りなかった。あーくっそ、まさか、うわこれで終わりか。マックのボクサー人生は終わりましたね。引退です。Listen, son. You've had a great career. I'm proud of you, kid. You're still the champion in my book. 結局ドンキーからはベルトを取り戻すことができずに終わってしまいましたね。まあ、仕方ない。そういうこともあるでしょう。これでね、正真正銘パンチアウトビー終わりです。エンディング、これで降りると確かエンディングですね。じゃあエンディングを見る形になるのかな。ドンキー勝ちたかったけどな。でもな、仕方ない、負けは負けだ、認めましょう。お疲れ様でした。もう少しやりたかったな。ただな、こればっかりは自分の実力不足、言い訳はできない。あ、ロードワークで使ってた自転車ですね。記念館作ってもらえたんだ。負け越しの世界チャンピオンだったのに。グッジョブ。以上でパンチアウトウィーは終了となります。
これまでご視聴ありがとうございました。いや本当に最後の最後だけ悔やまれるな。ドンキー勝てないんだったらさ、全力出しときたかったよね。うん、負けるにしてもさ、ちゃんとボコボコになって負けたかったみたいなところあるよね。ちょっと失敗したな。ちょっと冒険できなかったな。うん、このゲーム始めた理由としては、10年前と比べて衰えた自分が当時と比べてね、若さを発揮できるのかと、ちゃんと前世紀と同じように試合していくことができるのかっていうのを確認するために始めたっていうのが、まあこのゲームの動画を上げるこじつけの理由としてあったわけなんですけど、まあ、その老いっていう部分が如実に出てしまったのが、そのラストスタンド第2戦のドンキーコング戦だったね。ちょっと勝負に焦ったっていうか、勝つことだけを考えすぎたっていうの、ちょっと守りの考えになっちゃってたね。うん。うん。若い頃の全盛期の俺だったら、俺負けてもいいから全力のドンキー見たいっつってガンガン殴りに行ってたと思う。それでまあ何もできずに1ラウンド KO 負けしたとしてもね、その姿勢が今の俺には足りなかったなと実感しました。うん。老いは恥ではないのか。これは老いは恥ではないっていう名言を残した元世界ヘビー級チャンピオンのジョージ・フォアマンのセリフをもじったタイトルだったんですけど、まあそうですね、私にとってはちょっと、うん、良くない年の取り方をしてしまったっていうのが最後の最後でね分かってしまったのがちょっと残念でしたね。うん、体が老いるのは仕方ないんですよ。でも心だけはいつまでも若いままでいたいですね。そして残念ながらその心はいつまでも若いままでいるっていうのが私にはできなかった。ちょっとそれが分かったのが残念ですけど、まあなんだかんだ言ってね、エンディングまではプレイできたっていうことはまだまだ、まあ実際は年老いてはいたけれどまだ若いって言っていいんじゃないかな。うん、そうだね、これ以上衰えないようにしようぜ。10年前と比べるとやっぱ心は老いてしまった。でもこれ以上老いないようにしよう、そう思いましたね。なので、まあ、これからもね、若い頃の気持ち、ファッション忘れずにね、いろいろやっていきたいなと思います。そんな感じですね。もう話すことないんでこれで切りますか。あとはねエンディング垂れ流すんでよろしくお願いします。最後までこの動画視聴していただいて本当にありがとうございました。お疲れ様でした。